ストレートは多少落ちてくると思うんですよね、はい、もう左に流されます。坂本、おっとぶつかりながら取りました。ぐーっと流されていきます。あ、体から離れたところ、もう一度右手で取りに行ったんですね。桜井投手はね、ここはね大事なマウンドになりますが、ここはショートライナー、坂本を抑えました。話もしていました。三遊間ショート、坂本が華麗なステップ、ランナースタート。坂本の横うまく取った、セカンドはフォースアウト、一塁はセーフです。ただ坂本のビッグプレー、ショートへ強い打球、坂本を抑えました。一塁ワンアウトです。間を空いて今日の登板となりました。ショートさ、さあここは坂本がくるっと反転、ナイス低めのボール、ショート坂本取ってすぐの送球、ナイスプレイ。内野ゴロ、ショート坂本ランニングスロー、これは三遊間深いところ、ショート坂本バックハンドで一塁、遠投アウトになりました。ポツンと合わせましたがショート、バットの先で合わせていきましたが頭上は越えません。